ジョゼフ・マリー・ビアンはフランスの新古典主義の画家であるモンペリエに生まれた。同じ南フランス出身のシャルル・ジョゼフ・ナトワールに学んだ。1743年にローマ賞を受賞し、1744年からローマに留学し、1750年までローマに滞在した。ルネッサンス期のイタリア画家の作品を模写し、当時の在ローマフランスアカデミーの校長。 ジャン・フランソワ・ドトロワの影響を受けた。1750年にパリに戻った後は、自らの絵画学校を開き、1750年代は、著名な美術誌や、収集家、考古学者のケルス伯爵の支援を受け、学者、美術批評家のデュニ・ディドロの支援や、好意的な批評を受けた。1775年にザイローマ・フランスアカデミーの校長に任じられた。 1781年にフランスに戻り、1789年に国王ルイ16世の筆頭宮廷画家となった。フランス革命を経て、1804年に第一失勢になったナポレオン・ボナパルトは、ビアンに注目し、ビアンを伯爵に任じ、五権限動員議員に任命した。1809年に亡くなった。ビアンの弟子には新古典主義を代表する画家。 ジャックリー・ダビットがいる。1753年に画家のマリー・テレーズル・ブールと結婚し、同名の息子も画家となった。ありがとうございます。